の競技パートは何かな。魔力測定？何だろう。単純に力比べだろうな。どのギルドが一番強力な攻撃を出せるか。それなら夏に任せた方がいいのかな。そうとも言えないようだぞ。仲間と連携することで高得点が得られる仕組みらしい。ふん、誰が出るか慎重に決めた方が良さそうね。俺に任せろ。俺が行く。俺に任せろ。本日は簡単なゲームを用意しました。魔力測定器 MPF。 この装置を攻撃することで魔力が数値として表示されます。一定時間内に与えられた魔力の合計で競います。フェアリテールの皆さん頑張ってください。カポ。叩き込んでやったぜ。その調子です。さてバトルパートの相手はと。ちょうどよい、皆集まっておったな。じっちゃん、どうしたんだ、そんな顔して。これが騎士と出るか京と出るか、たった今 AB 両チームの投稿命令が運営側から言い渡された。レイブンテールの失格により参加チームが奇数になるのは困るとのことじゃ。なので両チームを一つにして新規5人でチームを編成しろとな。点数はどうなるの？低い方に順ずるらしい。ひどいねそれ。しかし運営側の判断なら仕方ないか。でも考え方によっては最強チームを作れるわ。関係ねえ、全部倒す、そんで優勝。燃えてきた。ちょっと、まあ夏らしいか